はい、どうもチャンネルです。皆さん、パソコンでね、オペレーティングシステムって何を使われていますでしょうか私は Linux を使っております。まあ、大多数の人は Windows を使っていると思うし、えー、一部ではねあの、クリエイターさんなんかは Mac を使っていると思います。で、私の場合は、えー、Chromebook も持っているし、最近ではね、iPadOS、iPadmini も持っております。なので、 いろんなね、あの、オペレーティングシステムに触る機会があるわけなんですけども、私はなんで Linux を使っているかっていうお話をちょっとしようと思います。あれは、えー、かなり昔になりますね。Windows95、そして Windows の XP、えー、それが終わる間際、だいたいね、XP がね、 終わる頃だと思うんですけどあの当時はね私も Windows を使っておりましたで XP が、まあ、当時7が出た後でも最強だと言われていたんですけども私もそう思いますあの軽さとあの Windows の、えー、まあ当時はねマルチタスクっていう言葉がね本当に流行った頃で,で Windows7 が出てからもねあの 本当はもちろん Windows7 の方がいい OS なんですけどもあのセキュリティ面とあと古さ以外をね考えた場合やっぱり XP の方が使いやすかったんですねでそっからあの Linux の方を移ってきましたで私はあの学生の頃にもユニックスの方を使っていましてそういう意味でも Linux がと、えー、っつきにくいかというと別にそういうわけではなくて特に OS 自体にね あのこだわりりっってのはあまりなかったんですよ要は OS っていうのはただのプログラムを動かすための箱でできることっていうのは Windows でも Mac でも Linux でももちろん同じことがねできますのでもちろんその工程過程には差がありますのでねあの使い勝手がいい悪いはあるんですけどもただ私はもう Windows にも別に Linux にも特にどっちがいいとかっていうのはありません。 ただ、私が今使っているのは Linux っていうことです。で、当時私はまだ学生でしたので、まあ、学生からちょっと、まあ、えー、社会人になってた頃かな。うんと、そうですね。で、OS を切り替えるのに、あと、XP から7に、確かアップグレードとかっていう、その前に7じゃなくて、ビータだ、ビスタだね。 あのビスタが良くない OS だっていうね、えー、世間的には言われていましたあれはハードがね弱かっただけでハードが良くなった今ねあのビスタと同じ OS でいろいろとやった時には多分ビスタすごいいい OS だなと思うんですけどもまあなんせハードが追いつかなかった OS なのであのビスタには手出してないんですよでビスタが手出さなくてその後の7が出た後に XP のねあのー サポートがほぼ終了するんじゃないかと言われていたので、まあ、その気もあって Linux に交換しましたで交換したのでね私がまずね不満に思ったことって実は何にもないんですよあの。インターネットを使うとか何をするっていう私の当時の使い方ではテキストがあってインターネットにつながって で、プログラムをアップロードできてっていうのができれば別に要は足りていたんですよ。その時ねホームページを作っていたのでテキストベースのテキストブラウザテキストブラウザじゃないねあのテキストエディター、えー、それが使えてなおかつインターネットにつながっていれば別にどこでもよかったわけなんですよ。画面が大きかろうが小さかろうが使うのはテキストですからでハードにねあの使うわけではないし その時にはまだインターネットも電話回線で当時つながってようやく光がどうのこうのっていう頃でしたのでそこまで大きなファイルのやり取りっていうのはなかったんですよねだからハードもそんなにね良くなくて良かったの,あの今でいうところの Core i5 とか7とかっていう CPU、えー、当時では PaintiumD <laughs> PaintiumD もうね、それが当時の最速のパソコンだったから、あのー、今で PentiumD、ね、なんて言われると本当に Atom よりも遅いクソ CPU って言われてるけど当時はね、それが一番早くてそれさえも必要なかったんですよ。あのホームページを作るっていうのは本当テキストをねプログラムするだけなのでそのやり方さえ知っていれば別にテキストベースで何でもよかったんですね。で画像の編集なんかもありましたけども Linux は。 GIMP っていうね無料で使えるものが当時から無料で使えましたのであので当時パソコン私が持ってた Windows でも GIMP はありましたで学生の頃にねあのそういう有料のソフトを使うっていう頭自体がなかったので Linux の中でもある GIMP がたまたま Windows で使っていたものであったのでなんとなくそれを使っていただけ。 で、オープンソースで知られている Linux なので基本的には全てのソフトを無料ででで、使えることが大前提ななわけなんですよで。それが良かったなぁと思って私はねあの当時 XP から Linux に乗り換えたわけなんですけども今でこそ思うんですが OS の垣根っていうのは今はほとんどあまり気にしないでも全てできると思うんですけども当時はね できることとっていう Windows しかでききなないいここと、と。Mac でででしかできないことでも Linux でやろうとした時に、X うん、Windows でできることと Mac でできることどっからか自分で探してこなきゃいけないんですねそれっていうのは自分の知識じゃなくてどうやって探せるかっていう知識の問題なのでできるできないっていうのは私は当時からできると思っていたので Linux にすぐ移ったわけなんですよ。でそのときに、できないいことっていう、 ことを全体に考えていたたのはなかったんですよもう調べきっていてあこれはこれで代替できるこれは代替できるっていうのを調べていたので特にね何ができなくて困るっていうのはなかったんですね今みたいに動画の編集をする時に動画の編集どうしようか <laughs> リ i ックスで動画の編集ってあんのかなっていうところをね、えー、別に当時でも多分ねやろうと思った時には調べられたと思うんですね。要は調べるるだけのやり方を知っているから 逆に言えば、ね、広まっている Windows で何やろうこれやろうっていう風に、えー、調べられない人はそれ Windows を使ってもできないわけなんですよだけどそのやり方ってのを知っていれば OS が変わっても調べられるしやり方ってのは一緒ですなので私は Linux をずっと使っていたんですけども今はそういう先ほど言ったように OS の垣根がなくなってきてるんですよっていうのはプラットフォームが何でもできる ソフトがねできているわけで、GIMP も確か全部のね OS で動くようになっております。あのよく俗に言うクロ,スクロスプラットフォームっていうやつなんですけども、あの今でこそそれが普通なんですよね。あのもちろん対応していないものもあるんですよ。Mac でしか使えないソフト、Windows でしか使えないソフトってのもたくさんあるんですけども、やはり大きな会社でソフトを作ってくれるところっていうのはク,ラクロスクロス プラットフォームでつか作ってくれているところも、やっぱたくさんあるんですね。だ、今でも私はそんなこと気にせずに os はね。何でもいいと思っているんですけども、対応している os がどれだけ？そのソフトでね。あの効率よく動いてくれるかっていうのはまた別なんですね。あの windows で言うと、windows がバックグラウンドでいろんなことをこう動かしている間に表で見えるとこだけをこう動かしている。そういう os なわけですから。 あの Windows、って実は遅いんです,よすごいあのハード的にはねいろんなハードをね、えー、組み込んでまあ一番最速である OSCPU を組み込んで,で SD で最速のものを組み込んでというようなね、えー、GPU もしっかりなんですけども要は組み方でこうハード的にはね最強に持っていけるわけなんですけどただ OS が そのののハードの性能をしっかり引き出せないのは、Windows、ないはんですよあの。最近ではねライゼンの CPU で32コア64スレッドとかっていうライゼンスレッドリッパーっていう CPU が出てきましたけどもあれ Windows だとね全部使えないんですよその辺の、うん、システム的なものが OS でまだ弱いんですよねただ Linux は当時からタコア CPU に関してはかなり、えー、対応してるみたいで ライゼンの第一世代が出た時も多分あれ全部使えるんんだと思うんですねただ CPU が新しくなったことであのマザーボードとそれの関係で多分内、ね、相性的なものとあとはプログラムを、えー、Linux の方にまで対応しきれていない、えー、カーネルのバージョンが上がんないと対応できないとかっていうのもあって当時ライ z e n はねすごい。 Linux でで使えないいっっていうのがあったんですけど、私もね今その辺ちょっと調べててどうやらまだねライ e ンの CPU が Linux で全てしっかりとできているっていうのをねまだあんまり見たことないんですよ。あのどこが足を引っ張ってるかっていうと GPU らしいんですよね。だからその辺の、まあ、Windows でいうところのドライバーかな。 まあそういったものがちゃんとしっかりカーネルレベルでちゃんと対応してくれれば何も気にせずに Linux を LIZE の CPU で使えるとかね、まあ、そういうことできると思うんですよ。で去年の暮れに M1Mac 出てると思うんですねあれも Linux の対応できているっていうものがあるんですけどどうやら GPU がまた足を引っ張ってるみたいでしっかりと GPU であの操作できないらしいんですよ。 だからその辺もね私ちょっとワクワクしながら待ってるんですけどもあの Linux が私何でいいかっていうと今で,は今でこそ Blender 使っているんでね Blender の対応が一番すごい相性がいいのは Linux なんですよ。っていうのはいろんなサイトを見て CPU のレベルとねこういろんな検証した中で Windows と Linux 同じプログラムをレンダリングした時の速さとかそういったものを全部ね検証しているサイトも見てるんですねそれを見るとねやっぱり2割ぐらい Windows より速いんですよっていうのはそれがやっぱり Windows がバックグラウンドでいろんなことをやっていてそれが表に出てこないところで悪さをしている悪さじゃないねあのプログラムを動かしているということもあってあのやっぱりその辺で2割ぐらい遅くなってるんですよで Linux の システムっていうのは当時から、あのー、マルチタスク前提で作られている UNIX が元になっているプログラムなんですね OS。なので本来のマルチタスクっていう観点で言えば Windows っていうのはなんちゃってマルチタスクを今でもあのハードのパワーで動かしてるだけなんですけどそのマルチタスクの性能機能がやっぱりねファイル管理とかいろんな OS のシステムの裏でね動かしている中でも。 ちゃんんと切り離されているんですよプログラム一つ取ってみてもプログラムだけをシャットダウンできるあのプログラムが止まった時にあのキャラクター UI の方でしっかりそのプログラムだけをシャットダウンできる機能があるっていうのはまあ Linux だけで最近ようやく Windows が Linux を、うん、なんかプログラム動かせるようになってきたみたいなね という記事読んでるんですけどもあれだって要するに Linux の真似事をようや,ようやくうん Linux の真似事 Unix のまね事を Linux を通じてようやくできるようになってきただけなんですよだから OS として普及、えー、して広まっているから最新の OS って言われてるんですけどもシステム構造自体はもうかなり遅れているプログラムだと思っております。でそれ言うとね、うん、大多数の Windows ユーザーに えー、喧嘩売ってんのかと言われるんですけども、まあ、実際もそうなんでねあのだから私あの UNIX っていうプログラムを OS を知っているのでその辺の Windows Linux とのの違いいっっててうのを分かっておりますただ Mac に関しては Mac とあの Linux っていうのは UNIX を元にしたそしてあの思想を元に同じ思想に基づいて作られた OS になってるはずなんですね。 当時確かそんな記事を読んだことあるんですけどもその記事が正しければ由来ののっていうのはと、えー Mac、なんですよ。でその Mac が、えー、やっぱりねどん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 進化をしていってあのやはりプログラム的にも大きくなってくるんですけどもその大きなプログラムを管理するにあたって変わっていないところっていうのはやっぱりその、えー、システムの管理がどん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 膨れ上がってきて。 マックも Windows のようになってきているっていうところなんですけども私、マックの方使ったことないんですね。で、多分ね、触ればなんとなく、えー、OS の方を確認して、えー、あとはファイルの管理なんかも多分ね、ある程度見てわかると思うんですけどもあの、くるくるくるってレインボーなのかな、マックなのは。マックはレインボーかなんかくるくるくるって回ると思うんですけども あれがバックグラウンドで何かをやっている最中にくるくるやってるやって,て、えー、くるくるやってるねバックグラウンドで動いていてそれで表のプログラムが動けないからくるくるしてるわけなんですけども本来マルチタスクっていうのはそのくるくるがないんですよ。まあ、あったとしても普通にねあ,のある程度のうーん作業時間があれば。 バックグラウンドで動かせるマルチタスクの方でやってくれていて動かせるようになった時点で表のはねしっかりと何の負荷もなく動かせるっていうのがマルチタスクなんですけど、まあ、Mac はねその辺多分ある程度やってると思いますで Linux に関してはそれがねしっかりとできていますのでこっちでやっていてもまた裏でね別のプログラム別の同じプログラムを動かせるんですよそれが Windows なんですあ Mac な Mac じゃない Linux なんですけど Windows は あのー、マルチウィンドウマルチなんだっけデスクトップうん仮想デスクトップっていうのであたかも別のデスクトップで作業してるような感じなんだけどプログラムはバックで後ろで一つのものしか動けないんですよだから一つのプログラム、ね、例えばうーん OS がエスがじゃないギンブが動いていたとしてそれをもう一つの仮想デスクトップで動かすってこと多分やったことないです今ね Windows 使ってないんで。 だけど当時 XP でやっぱり同じことをやっていたんですけどもできないんですよ。でそれがね Linux になって普通にできるっていうのはまあ、これはもう本当に大したもんだなとまあ、当時も思っていたんですけどもまあ、そんなわけでねあのー、私は OS に関しては特にねあのー、これがいいあれが悪いっていうのはなくてえ使いやすい使い,やすいにくいっていうのはあるけれども結果はね何が大体同じものができるっていうのは分かっております。で、それに関して、 最近ほら M1Mac あれが出ているので,で最近のうん動向を見ているとブレンダーもしっかりと動くらしいんですよでそのブレンダーの動きもまたターミナルターミナルっていうかあのえ Windows の Windows じゃないインテルの CPU を介したなんだっけ あのなんかプログラム挟んでプログラムを動かしてるみたいなそんなやつなんですけどそれでも Windows のえ性能かなり迫ってるらしいんですよ。で Blender の 2.93α からあの M1Mac にネイティブに対応したらしいんですよね。その辺が私ちょっと今気になっているところで Blender が正式にね あのアルファバージョンじゃなくて正規版でネイティブ対応した時にどんだけ GPU の性能を引き出してあの外付け GPU のレンダリングと同じぐらいの性能でね動いてくれるかっていうのをちょっと期待しているんですけどもその辺がねしっかりと動いてくれると私はね Mac の方に乗り換えてもいいんではないかなと思っております。っていうのは動画の編集ソフトダヴィンチ・リルゾブが Mac Windows は普通にねあの無料版でも全ての機能ほぼ全ての機能を使えるんですけども Linux だけはどうやら圧縮された H264 とか H265 のファイルを扱えないんですよだからそれで私ダヴィンチ・リを使ってないんですけども使えたらねあの操作のやり方というかね 色味の編集の仕方とかねもうすごいやっぱりね練り込まれて作られているのであれはいいなっていうふうにね思っているところでだから乗り換えがもしね Mac になったとしてもダヴィンチは使えるブレンダーは使えるで私が使っているソフトで特にねそれ以上のものっていうのはあまりないのであと i ン p が使えてとかってねそういうのであればもう全然 Mac に乗り換えててもいいなと思ってるんですねただファイルの管理の分はちょっとまだ確認してないのでその辺ちょっとだけ見る必要あるんですけども Windows みたいにねアップデートの関係が嫌だなと思ったらそれまでなんですけども、まあ、その辺をねちょっと検証してもしくは M1 にチップに対応した Linux がちゃんと正式に全部の GPU を確認、ね、使えるところまで確認できたら M1Mac の 本体買って Linux 入れようかなと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。